ギャオは株式会社ギャオが運営する動画配信サービス。2009年9月7日に優先運営のギャオとヤフージャパン運営のヤフー動画が統合された。2018年3月以降ギャオの動画はすべて無料で視聴できる。有料コンテンツはギャオストアで都度課金で提供している。番組開始前にスポット CM が挿入されるほか画面横には バナー広告を表示する。旧ニャオヤフー動画は再生プレイヤーが別ウィンドウにあったが、新サイトにおいては同一ウィンドウに表示され、同一名のプレイリストがプレイヤーの下に表示される。また、今までプレイヤーの全画面表示化を目指していたが、システムの安定性を考えた結果、大画面表示に留めることになった。なお、大画面表示は、 2009年11月12日よりサービス提供が開始されている。2014年のブランド刷新に伴い、表記がギャオからギャオに変更された。2016年2月には有料見放題サービスプレミアムギャオをスタートしたが、2018年2月で終了した。特徴として地方局、独立局制作番組を数多く配信している。 2020年10月に水溜まりボンドの行くっていうが TVer で配信を開始するまで外部で独立局制作番組のネット配信を実施しているのはギャオのみであった。他多数、バラエティテレビ番組スポーツドキュメンタリー、教養趣味、その他パチンコ、マージャンアイドルキャンパス映像情報や受験生、応援カリキュラムなど今の受験生に情報を提供するサイト。 ベネッセコーポレーション他大手進学情報支援サイト、企業も協賛している。2011年7月現在このチャンネルは閉鎖されている。NHK で放送された内容の一部が公開されている。公開されているのは NHK 総合 E t v S プレミアムの内容で全編公開でないものもある。ギャオおよびギャオストアに関する映像情報等を個人管理するサービス。 次の項目からは2010年10月28日に新たに追加された機能である。通信カラオケウガと連携し、ウガの会員制度を用いた SNS ウェブサイト。配信元であるウガは、優先のグループ企業である株式会社 BMB が運営していたことからロゴは旧サイトのものが使われていたが、運営側は変わらないものの株式売却などの関係から、 現在、ウガパンダを含む歌ウガのロゴに変更されている。2010年4月には、ゴーゴー、ウガともが合体しさらなるリニューアルがされた。なお、7月で運営のみがエクシングに移管された。なお、エクシングにはルジのサービスである、歌すきがあり、こちらは、ジョイサウンドと連携しているが、ジョイサウンドとウガの会員制度を連携させることが、可能。ギャオ。 内開催され、Yahoo Japan 会員の中で抽選に当選した人のみ、視聴できるコンテンツ。このコンテンツは DRM のためなのか、視聴するには Windows Media Player ーーが必要かつ、インターネットエクスプローラー以外のブラウザからのアクセスはできない。番組のコンテンツは日本国内のみで流す契約であるため、日本国外からサービスを受けることはできない。ギャオヤフー動画ともに、 WMV に含まれる固有のデジタル著作権管理技術を利用している関係から Microsoft Windows 以外のオペレーティングシステムでは視聴することができず推奨ブラウザがインターネットエクスプローラーのみだったがシルバーライト導入によりこの問題は解消された。しかしシステム改修の結果シルバーライトがインストールされていても視聴できなかったり製造メーカーによって 視聴障害が発生するなど新たな視聴障害が発生した。また、プレイヤーもそれに合わせて変更されたため、全画面表示ができないという問題が発生したため、2013年7月からは一部コンテンツを対象に Adobe フラッシュプレイヤーでの視聴が可能になった。GAO は2005年4月5日に有線グループが始めたパソコンで見ることができる。 完全無料動画配信サービスで、後にスマホやタブレットなどでも見ることができるようになった。サイト内の番組はコマーシャル収入などにより無料で視聴できる。2008年7月16日に視聴登録者のべ2000万人を突破した。有料コンテンツについてはショータイムで提供されている。株式会社ギャオ合弁化に伴い2009年4月30日以降、 ヤフージャパングループの参加に入った。その後、ヤフージャパンが完全運営することにより2009年9月7日をもって優先運営のギャオ公式サイトは閉鎖された。テレビ番組と同じく番組の冒頭、中間、終了前に CM が流れる。番組本体はスライダー移動によるスキップが可能だが CM ではスキップは不可。また、 番組中もバナー広告が表示され、一定の期間で更新される。日本国内ユーザーのみ視聴可能だった。提供する番組のコンテンツは、ニュース、スポーツ中継、グラビアアイドル、映画、アニメーション、ドラマなど。映画については、優先グループ参加にギャガがあるため、ギャガ配給の映画が、他社配給の映画よりも多かった。また、グループではないが、 角川ヘラルド映画との関係も比較的深くギャガに次いで多くの作品を提供していた。アジア関連のコンテンツも充実しており、三国志など中国国営放送制作のドラマも配信されていた。2005年秋以降からテレビコマーシャル活動を展開。CM には青木さやかとテリー移動、めぐみ、ワットを起用していたが以降制作されていない。 トレンドニュース映画ドラマ SF アクションホラー、サスペンスドラマコメディアール -15R-18、その他海外ドラマ国内ドラマ他 R-18、その他アジア音楽アニメバラエティスポーツギャオジョッキー、不定期放送その他放送終了した番組アイドル2007年11月から、お色気番組、動画専用のホットギャオが始まった。 昭和 TV レンストーリースマート S2009 年7月をもってコンテンツ配信は終了歌うが2009年5月15日に歌風呂と歌えるカラオケが統合し歌うがにリニューアルされたその他番組レビュー視聴者が番組にレビューをつけることができ投稿した日から23日後に掲載されるよほどひどい抽象や番組に関係ないものでない限りは番組や企画 出演者に対する批判も掲載される。ギャオが、スポンサーの番組ギャオオーディションギャオ開局2周年を機に、ギャオから次世代のスターを視聴者と共に発掘したい、というコンセプトで開始されたオーディション。アナウンサー、芸能全般、スポーツなど様々な分野のオーディションが行われる。インターネットテレビのオーディションという特徴を活かし、選考は、ウェブ投票で行われる。詳しくは、 ギャオーディションを参照。元専属アナウンサーオーディション出身者指摘される問題点アクセシビリティ面での問題、WMV に含まれる固有の DRM 技術を利用している関係から、Microsoft Windows 以外のオペレーティングシステムでは視聴することができない。また、推奨ブラウザがインターネットエクスプローラーのみであるため、Windows 環境であっても他のウェブブラウザで、 閲覧しようとすると正常に動画が表示されないなど、アクセシビリティ面で問題がある。さらに、番組のコンテンツは、日本国内のみで流す契約であるため、日本国外からサービスを受けることはできない。ネットワークインフラただの理論層ネットインフラの、整備費用を、コンテンツ配信企業が負担していないと主張する、ネットワークインフラただの理論層でやり玉に挙げられる、ことも多く、 ネットワークのトラフィック量被害を危惧する一部プロバイダによっては当社が行っているコンテンツ配信サービスにおいてユーザーからの問い合わせ等により一部の通信事業者から通信帯域の制限を受けていると推測される事態が発生していますとギャオは主張しているそれらの非難に対応してギャオでも NTT のフレッツ契約者向けにフレッツ IP 網を経由して映像を送信する ギャオオンフレッツを実施している。収益の懸念2008年8月期には、黒字化を目指すとしているが2007年8月期決算では、コンテンツ調達費の負担が大きく、さらに、CM 収入が伸びず、ギャオ事業は、約30億円の赤字となっている。アナリスト向けの説明会での優先の発表によると、登録会員のうち週に1回以上閲覧する。 ユーザーは300万人程度とみられ、CM を出向する企業は効果を図り兼ねている、という。既存のテレビ各局は、ギャオを脅威に感じネット配信事業に乗り出す一方で、ネット配信事業の収益性には依然として、懐疑的な見方もある。ギャオネクスト問題ギャオの動画サービスが、テレビで見られるというサービスで利用者を拡大している。 ギャオネクストだったとインターネット上で話題になっている。また、解約しようとしてもカスタマーサービスの解約窓口は、電話がつながりにくい上に、つながるまでの料金も発生するナビダイヤルを利用していることによりこちらもクレームの対象になっている。また、過去には、親会社優先の強引な勧誘方法や、優先委託業者による当選商法が問題となった。ありがとうございます。